ねえねえおじさん、ケイトさん帰っちゃったけど、これからどうするの？決まってるじゃねえか、美佐子さんを探すんだよ。でも父さん、探すって言っても心当たりなんてあるの？あ、いや、だからだな。おいおい、大丈夫かよ、おっちゃん。ったく、やっぱり俺が手伝わねえとダメみてえだな。そうだな、唯一の手がかりはあの写真だけ。少し調べてみるか。ねえねえおじさん、美佐子さんの写真見せて見せて。うるせえ、お前は引っ込んでな。そんな、もうお父さんいいじゃない、写真くらい。ったく、大事なものなんだからなくすなよ。はい。さて、気になるところはっと。この女の子が美佐子さん、でも今は75歳のおばあさんなんだよな。持っているのは千歳飴ってことは七五三か。これは洋服の女性だ。この頃にしては珍しいよな。洋服の女性なんてこの頃だとまだ都会ぐらいにしかいなかったはずだが。ん？待てよ、ってことはもしかして、ここはどうやら古い神社かお寺みたいだ。となると鎌倉、いや京都か奈良とも考えられるな。これはあんまり関係ないみたいだな。ここはどうやら古い神社かお寺みたいだ。写真、ひょっとしたら京都で撮ったのかもしれないよ。なんだって？ほら、よく見て。ここに洋服を着た女の人が写ってるでしょ？この頃に洋服を着る女の人なんて、大きな町にしかいなかったと思うよ。それから、この後ろに写っているのは、古いお寺か神社だよね。つまり、ずっと前から大きな町で、かなり古い建物も残っているところ。なるほど。それじゃあ美佐子さんの故郷は京都ってこと？だと思うよ。それにさ、京都だったら成田空港で乗り換えて。そうか、関西空港で降りたってことも考えられるな。よく気がついたわね、コナン君。よし、俺は京都へ行くぞ。あ、おじさん、僕も。私も。いいけどよ、俺の邪魔するんじゃねえぞ。それはこっちのセリフだぜ、ったく。そして次の日、俺たちは朝一番で京都へ向かった。まだ見ぬ美佐子ガムランを探して。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？セーブするぜ。終わったぜ。